えー、今回 Visions っていうアルバムを作ってみて、前作アイズよりもすごくポジティブで、えー、前向きなメッセージを込めたアルバムにしました。えー、新しい挑戦としては、 あの、初めて自分の曲に、あの、ゲストアーティストを迎え入れるということをしました。えー、ジャムという曲で、えー、日本人アーティストのイリちゃんを、えー、一緒に歌ってほしいっていうお願いをして歌わせていただきました。とっても、えっ、ー、と、ポップで可愛い、ラブリーな、えー、ウイウイシーラブソングになっているので、えー、楽しんでいただけると思います。えー、そして私が初めて作曲を、えー、し始めた時に作った、えー、h e r ア、 っていう曲があるんですけどセッション1ということで本当に初めて、えー、作ったセッションで作った曲を、えー、今回収録していたりしてもう新旧ごちゃ混ぜなんですけれどもそれでも、えー、とどれもが、えー、と前向きなメッセージを持っている、えー、ものになっていてとっても面白いカラフルなアルバムになったと思います。 えー、3年後の自分のビジョンは、まあ、このビジョンズアルバムに込めた意味もありますけれども、どんどん、えー、自分の展望を広げて、夢を広げて、えー、活躍の場を広げていきたいっていう思いもあるので、3年後ぐらいには、絶対台湾でワンマンライブできるようになっていたいなと思います。で大好きな、えー、台湾で、えー、大好きな台湾の皆さんと一緒に、もういろんな言葉で、なんだろう、コミュニケーションを取りながら、 もう歌えたら最高だなって思います。す。それが3年後のビジョンですコラボしたいアーティストはもうたくさんいるんですけれど私は一番好きなバンドがクーラ・シェイカーっていうあのイギリスのバンドなんでクーラ・シェイカーとできたら最高だなとも思いますしあとはもう富士宮城だったりあとまあユキの ロックバンドが好きっていうのもあって、まあ、オアシスが再結成したら <laughs>、行きます。えー、そして、あとは、ね、レディオヘッドとかも大好きでし、あとはミューズとかも好きなんで。なんか、自分は今結構ポップスを歌うこと多いんですけど、ロックとか自分の知らない、あの、ちょっと違うジャンルの音楽に、えー、ちょっと、世界に広げていきたいなと思います。えー、2021年は、 個人的にはあの日本で全国ツアーをできたっていうのもすごく嬉しかったんですけれども夏には東京オリンピックの閉会式で歌わせていただけたっていうことがとても印象に残っていますあの世界の皆さんにも聞いてみていただけたんだっていう実感が終わってから湧いてきてあのほっとしたのと同時にすごく素晴らしい経験ができたなと振り返って思います 台湾はもう何度も訪れていて、台北、台南、高尾、もういろんなところに行ったんですけど、もう、あの、台湾の人でもここは田舎だろうっていうようなところとかに行ってみたいですね。で、もう言葉通じなくてもいいんで、 あの、そこでちょっと過ごしたりしたいです。あとは結構台湾おしゃれなお店も最近すごく増えているって聞くので、まあご飯屋さんだったりカフェだったり、ちょっと若い人にもう今の流行りの台湾のお店を聞いて、もう流行に乗って思い切りエンジョイしてショッピングとかも楽しみたいです。<laughs> 台湾の皆さん、いつも応援本当にありがとうございます。 えー、台湾語でのメッセージをいただいたりもするんですけれども、えー、読めないから翻訳して全部、えー、読んで、えー、本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。あ大好きな台湾の人にも、えー、音楽が届いているんだなと思って実感しています。えー、このビジョンズはより多くの、えー、台湾の方の、えー、心に届くことを願っています。そして本当にもう毎回言ってますけれども、絶対台湾へ行って、えー、ライブがしたいので、 え皆さん待っていてください。そしてたくさんビジョンズ聞いていただけると嬉しいです。ありがとうございます。